るところにピアニストがいました。今日もこんなに嬉しい。彼女は有名なピアニストで、薄暗い部屋でファンレターを読んでいました。次の瞬間、彼女は死を悟り、その直後死んでしまいました。いやいや、なんでよ。それをミミちゃんに解き明かしてもらおうってわけ。ウミガメのスープみたいな感じね。そう、質問するのは何回でも OK。 ただし、はいかいいえで答えられる質問だけね。 OK。 ファンレターに辛辣なことを書かれてショック死したとか。いいえ、有名なピアニストがそんなメンタル弱いわけないでしょ。じゃあファンレターに神のお次が混じってて、あなたもう死んでいるわって言われて本当に死んじゃったとか。いいえ、女神ケンシロウかよ。難しいな。こういうクイズは可能性を絞るといいよ。なるほど、じゃあ他殺だった。イエス、少し近づいたね。その場に誰かいた？いいえ、一人なのに殺された。謎が深まったぞ。部屋が薄暗いってあったけど、明るい場合は死ななかった？いい着眼点だけど、いいえね。暗さは死因には関係ないけど、今回の話には大きく関係あるよ。なるほど、彼女は死を悟った後すぐに死んだ。はい、わかった。手紙を読んでいたらレーザーサイトで狙われているのが分かって、これは直後狙撃されて死んじゃった。狙撃？いいえ、絶対合ってると思ったのね。じゃあ毒殺だ。すごい。はい、彼女の死因が分かったよ。当たると思わなかったぞ。じゃあ外から吹き矢で毒針打ち込まれて。どんな肺活量だよ。いいえ。じゃあヒント、なんでわざわざ薄暗い部屋で手紙を読んでいるんでしょうか。確かに電気止められてるのかな。いいえ、有名ピアニストよ。あ、彼女は目が見えなかったから電気をつけなくてもよかったとか。はい、よくわかったね。ということは手紙は点字で書いてあった。はい、いいよいいよ。なるほど、わかった。この話は彼女は展示で書かれた手紙を読んでいました。いつもあなたの曲を聴いています。すると、いた、突然指先に痛みを感じました。不思議に思い続きを読むと、今チクッとしたかな。君は今から死ぬんだ。今までありがとう。彼女は自分の指に刺さったのが毒針であり、自分の命は残り少ないと悟った。大正解。やっぱりこの手の話はオチが怖いぞ。でも今日は名推理だったぞ。みんなも何かに触れるときは気をつけてね。やっぱそっちに落ち着くのね。皆さんご視聴ありがとうございました。ミミちゃん今日は冴えてたね。なんだよ、今日もだぞ。そうだね。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。コメントも待ってるぞ。以上、式根高校推理クラブのももしろモアと白くミミでした。またねー。